あの冬月あずさがずっとこう会えなくてすれ違ってて、うんうん、で最後にこう登場してきた時の、うんうん、やっぱり視聴者の皆さんのリアクションが本当にすごくて、うん、なんか感動したとか、うん、なんか泣けたとか、うん、なんかこうありがとうみたいな感謝の声とかあったんですけど、うんうん、あのシーン、うん、まあ、振り返ってみて、うん、あのいかがでしたかっていうのと、うん、ちなみにあの、まあ、松島さんとはなんかその、うん、お話とかされましたかっていう、うん、やっぱりその、まあ、26年後 の、 その GTO をもちろんやるのにあたって、その鬼塚雄一と冬月あずさっていうのは、まあ、もうそれはもう絶対切っても切れないあの存在ですから、やっぱそれはもう本当にあの視聴者に対してのに本当に見せたかったなっていうのは、その姿っていうのは今どういう状況なんだっていうのは、もう俺が視聴者だったら見たいじゃないですか。だからそれは見せたかったっていうのはありますよね。ただあの本当にまあ、それをいい形でそのやるっていうのが、その芝居とかではなく、やっぱりあの空気感っていうのがすごくなんかいい風に伝わったかなっていうのはありますよね、うん、まあでもオンエア終わってからですよね、うん、はあのまあ、あの一言お礼は言いました、ありがとうって言って、はい、うん、だから本当に良、まあ、かったかなと思いますよね、うん、なんかそれに対して答えはあったんですか。ありますよね、うん、もちろんもちろん、だからお互いに本当にそれはあの入る前から、うん、あの話し合ったことなので、あんまり仕事の話はしないんですけども、あの本当にいいふうに、うん、できたかなと思います、はい、うん、最後の生徒の皆さんと、はい、冬月先生が集まるシーンがやっぱり、あ、はい、すごく感動して、うん、ありがとうございます。あのシーン作り上げるにあたってこだわった点ですとか、あとネットの反響とかを見てると、最後に、うん、冬月先生の荷物を腰で持ってあげるシーンとかすごく反響があったなと思うんですけど、うんうん、どういう形であのシーンができていましたかとか、うん、られた点とかあったら教えてください。実はあれいいのかな、最初居酒屋でしたよね。最初そうですね、居酒屋に迎えに来るってだったでしょ、うん、最初ね、そうですね。ほんでいやちょっと待ってですよ、これなんで居酒屋っていう話の中で、あのいややっぱ学校に迎えてきたのがなんかいいんじゃないので、それを生徒が知ってて、そのここにいるよと、今日であれ今日でね、あの終わるよっていうことじゃないですか、はい、その時にもうなんで電話出ないのつって来た方がいいんじゃないのかと。でその中もその鬼塚がやったことがまあ知ってるわけでね、でそれもちょっと今っぽいしね、なんかそれがなんかすごくこれいいんじゃないのっていう話をみんなでしたよね。ただやっぱりあれ外じゃないですか、うん、あん皆さんするの1日だけなんですよ。あ、そうなんだ。だからあれ雨降ったら成立しない。どうするつもりだった。いや、いやそれはそこはもう神に祈ろうっつってそんな博打みたいなことを言うとね。あ、ほんと。へ、そっかそっか。じゃあ1日しかなかったのあれは。1日しかなかった。あ、そうなんだ。そうだからもうなんか、うん、だからもうなんかすごかったですよねあれね。なんかわかるの、なんか、うん、なんかまあもちろんその、 あの生徒たちもね、あそこにいる生徒にいたじゃないですか、4人いたんだけど、26年後に多分2人の姿って見てるじゃないですかね。え、あ、まあその鬼塚と冬月っていうのはね、だからなんか違う感情で見てるよねっていうのもやっぱ伝わるんですよ。なんかなんかそれいい意味なんですけどもね。でなんかみんなはみんなで、なんていうのかな、笠井さんもちょっと若干そうでしたけど、テレビドラマが自分の中で見てるものがそのままなんか見てるみたいな、その当時のそんな感じでしたよね。その目線がすごくわかるんですよね。だからなんかいかに
ちょっとそれをそこでちょっと気持ち持ってかれるんですよね、僕もね、やっぱり。うん、だからちょっといかに自然にできるかっていうところでは、あれでしたけど。